旧市長者ビーツプスクはベラルーシの都市である。ポーランド語、ロシア語ではビテプスクと呼ばれる。ロシア及びラトビアとの国境に近い。ビーツプスク州の州都で人口は36万人。ビーツプスクについての現存する最古の記録は1021年に遡る。都市の公式の混流年は974年で、キエフ対抗比、オリガの命により、 クリビチ族の古い入植地のあった場所に建設された。1320年にリトアニア大公国に帰属。1569年にポーランドリトアニア共和国領となった。1579年にマクデブルク法における特許を得た。1772年第一次ポーランド分割によってロシア帝国領となった。定には ユダヤ人コミュニティであるシュテッドルが発達し、市の人口の半分は保守系ユダヤ人となった。ロシア革命後、ベラルーシ人民共和国の一部となった時期を経て、1923年から1991年まで、ソビエト連邦に属した。ベラルーシ共和国が独立すると、ビーツブスクもその一部となった。1992年より、芸術祭、 ビーチプスクスラブヤンスキーバザールが開催されている。ウクライナやロシアからも参加者が集う国際的な芸術祭として知られている。トラムとトロリーバスが運行されている。ありがとうございます。